車の次のステップを、うん、次のステップでやっぱりね、その一番はね、こう俯瞰図がいるんだよね。俯瞰図ってこう、これね、もうこの間こう、もう本当に趣味系のものやらね、生活系のものやらぐちゃぐちゃな歌を歌ったんだけど、まず真ん中に例えば佐々木さんなら佐々木さん、はい、で こっちが生活系、こっちが趣味系って、はい、まず大きく分けるんだよね、はい、でその時にその今度分けたものは、そう分けたもので、特にこう細々とした趣味系のものを、はい、だと例えば材料品と仕掛かり品、完成品って分けるわけよね、うん、分けるわけね、はい、それでそういう全てにそういうこう三分類をして、はい、三分類をして俯瞰図ができた時に、じゃあここからからやる。すみません、大事なところなんで、もう一度三分類聞いてもいいですか。うん、まあ、三分類のね、はい、三分類は、はい、まあ一番家の中、例えば生活用品でも趣味系のものでも、はい、それは大きく2つに分けてよね、はい、大きく2つに分けても、そのものが材料になる、はい、そして材料を途中使っているもの、はい、そしてそれが完成したものって、はい、うん、なるほど、3つに どうあっても分けられるわけ。そうだよね、例えば勉強のものでも、勉強のための本、はい、今勉強しているもの、はい、そして勉強し終わって、はい、その結果が出たものとか分かるわけね、はい、うん、そう、それで資料なんも、何かをするために集めた資料を、今その使っている資料、そして資料によってできたものって、こういう時間の流れでホップステップになるわけね、はい、で それをこう大雑把に作って、じゃあどこから攻略していこうかって言った時に、じゃあここからって印をつけるわけ、はい、それはもう小さいよね、それが引き出し1個かもしれない、資料がいっぱい詰まった引き出しかもしれないし、何かを作るための材料が詰まった引き出しかもしれない、はい、だからこの3つの住み分けをしようという、ここが混在としないようにするんだという時でと思いで、じゃあまず材料系を見直してみようか、ここからスタートだったわけで、はい、この俯瞰図があると、今この全体の中のどこに自分がいる、例えばこれ分かりやすく言ったら、地図を持ちました、じゃあ地図上の自分は今どこにいるんだっていう確認が取れたら、現在地を、そうそうそう、現在地だったら迷わない。なるほど、うん、だからどこから手をつけて分かんないって言って、いろんなとこ手をつけるんだとしても、あ、今はこの地図上のここにちょっと手を染めたんだな、うん、でそれでなんかこう気分が変わったのでこっちに手を染めてるんだなって言ったら、中途半端感はないじゃない、うんうん、気分転換を分かってるだけだと、うんうん、確かにっていう風に全体俯瞰図があるといいかなと思うね。これは佐々木さんの場合だけど、確かに父親は、うん、まあ、テニスやったりゴルフやったり、うん、多趣味な父親なんですけど、うんうん、やっぱりまあ、そうは言っても60後半に差し掛かったんですよ、うん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 、でゴルフのボールも年取ってきたらそれ飛ばなくなるんですよね、うんうん、で若い時に使ってたクラブが、うん、もう使えないんですよ、硬くて難しくて、うんうんうん、とかっていうのは、先ほどの話だったら、現在使ってるものではなくて、過去使ってたものってことですよね。もう卒業しちゃった分っていう風に、ね、確かに。これから使おうと思うものなのか、現在使ってるものなのか、もう使い終えちゃったものなのかって、こういう風に3つに分けて、そこをチェックしてね。なるほど。だからこの空間をどうのってするのはまだ先の話で、佐々木さんのところの場合はまだ物を減らさなきゃいけない、うん、ね、はい、物を減らして、でそうやって、まあ、ここ一箇所でももう使い終わってで卒業してたものだっていうのを取り除いたら、逆にスペースができるわけね。確かに。でスペースができたら、あ、じゃあこれはここにしまった方が分かりやすいんだっていう風に次に行けるわけ、うん、食器棚とかも同じことですね。そうそう、同じこと。昔僕と弟と、うん、まあ、5人家族なんですけど、うんうんうん、5人揃ってた時の食器を今、まあ、うん、妹も結婚して、まあ、うんうん、出たり入ったりしてるんですけども、うんうん、ほぼ 2.5 人ぐらいですからね。そうだね、うん、だから僕らが使ってたものは、まあ、年に1回2回使うか、そうそう、うん、ってことは過去のもの。そうそう、だから今申し上げた3分類は全部時間軸の3分類なんだよね。あ、
過去、はい、現在進行形、はい、未来、はい、うん、だから過去の卒業しちゃったものっていって減らしていくとすごく家が分かりやすくなって、確かに、で最終的にどこがに何が収めようかとしなくても収まりどころが見えてくる。あ、うん、なるほど。今は頭の中が混乱してるのと一緒で頭の中が過去も未来も現在もごたごただから、その通りに物が家の中に出ますわけね。なるほど、うん、食器棚が散らかってんじゃなくて頭の中が散らかってるんですね。そうそうそう、そう、頭の中が時間がずれてる。わかりました、うん、あの次のステップとしては、うん、頭の整理ですね。そうそう、でここが肝心なの。頭の中を、ね、分類整理するために物を使うのが大事。だから頭の整理ができたから物が整理できるんじゃないの、はい、物の整理をしながら頭の中が整理できて、頭の整理ができたからさらに物の整理が進むって一緒なの。どっちが先とかではなく、どっちがないの、両輪なの。車の両輪、一輪車じゃないの。わかりました、うん、ちょっと向き合わなきゃいけないですね。そうそうそうでもね、すごいだから頭の中クリアになってくるの。あ、なるほど、うん、だから私はこれ完全な認知行動療法だと思ってるから、その私たちどうも年とともにね、こう頭の中が混乱してくるよね。それをこう防ぐ、うん、っていうのに非常に効果あると私はね思ってますよ、うん、じゃあ定年して本当に向き合ういい時間なんですね、うん、そうですよ、そうですよ、うん、これは卒業、あ、これは今だな、これは未来の希望だなって、うん、なるほど、うん、今の話を僕は次のステップ、うん、まあ、今僕が直接山下さんに聞いたので理解したんですけど、うんうんうん、今の話のまま家族で話し合ったらいいってことですよね、うん、すごい前向きなんですよ、うんうん、確かに、うん、で卒業しちゃったものがずっと置いてあるって、この間この話が非常に受けたんだけど、はい、私は今までそれ知らないおじさんっていう表現したんだけど、はい、新たな表現するとね、かつて好きだった趣味のものでしょ、はい、でも今はもうね興味もないものなのに置いてあるって言ったらね、はい、元彼がずっと一緒にいて元彼と今彼が一緒にいるような、うん、複雑ですね、複雑でしょ、ね、すごく人間関係がね、こうね知らばになるじゃないですか、でもそうなんだよね、実際やってることはそうなんだよね、元彼女と 今彼女と、ね、これからなんかちょっかい出そうというか、確かに確かに彼女まで混然としたらね、 なんかこう辛くない、ワイドショーですなるほど、分かりました、うん、次のステップとしては、今回の動画を見てもらうことにします、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました、とんでもないです、また楽しかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。